ドクロの便箋。マックスへ。元気ですか？きっと元気なんでしょう。なんとかは風邪をひかないとか言いますよね。誰にでも取り柄はあるものです。マックスは元気に能天気に生きているんでしょうね。それはそれでいいんじゃない。私たちはずっとペンフレンドでいましょう。永遠のペンフレンドです。遠距離友人というのもいいものです。さようなら、海野綾。そんなことどうでもいい。昨日デブが死んだんだ。夜救急車で運ばれて、そのまま息を引き取った。俺も信じられねえ。心筋梗塞だ。ああ、これは間違いなく呪いだ。俺はみんなの様子を見て回ってるんだ。何ですか？そうか、じゃんけんですね。私の勝ちです。え、あと5泊もするんですか？いらわしことせんでください。本当にビッチが危ないのか？ビッチは留守だった。俺だってわからない。無駄だろうが、ひとまず救急車に連絡だ。
連絡した時はまだ全員無事だった。もちろんビッチも。そうだな、すぐに連絡しよう。田中だ。あいつからメールが来ている。綾さんの呪いはクラスメート全員ではない。彼女を演じた者の友人だ。友人じゃなかったら呪いから逃れられる。メガネ君はそう考えたのね。そんなに都合よく行くのかしら。でも何もしないよりはいいと考えたんだな。何かしないと俺たちも死ぬ。お前こそ俺たちのことを調べてたんだ。心当たりはないのか。教授がどこにいるか知らねえんだよ。メガネに電話してみるよ。メガネですか？違います。田中です。田中はいますか？ああ、田中は休んでいますよ。体調が悪いと連絡がありました。自宅に行ってみるか。どこにいるの？メガネの行きそうな場所なんて知らないわ。ええ、日の岬灯台に行こうと誘われたわ。あいつは灯台マニアだ。車の方が早かったんじゃない？どうして？それがどうして電車に乗る理由なの？なるほどね。メガネがいるぞ。そんなに私を巻き込みたいんですか？私はあなたたちの友達ではありません。呪いの対象外です。私からもお願い。あっちに行け。こっちに来るな。来るな。
わかりました。海野教授の居場所を調べます。海野さんはここにはいませんよ。自宅で過ごしたいと言い出て行きました。住所しか分かりませんけどいいですか？教えてください。これが住所です。住所間違えてないだろうな。この住所だとこの山道の先のはずだけど。やっぱりやめませんか？そうしましょうよ。行くわ。頑張りましょう。まだなのか？スマホの電波が届かないみたい。圏外だわ。ねえ、あれじゃない？無理ね。圏外のまま。教授本人に聞いてよ。でもこれなら必ず家にいるんじゃないの？外に出ても何もないもの。懐かしいお客さんだ。どうぞお上がりください。部屋の中も前の家と同じだわ。どうして陽子さんの肖像画があるの？知り合いの画家に頼んで同じものを描いてもらったんですよ。君は見たことがないけど、誰かな？マックス君だ。そうだろう。会いたかったんですよ。よくここまでたどり着きましたね。消し印のない手紙に導かれたかな。あれは私の友人が君の家まで届けたんだよ。みんなをここに連れてきてもらうためですよ。一体どういうことですか？いいものを見せてあげましょう。毎年松江大場高校の生徒が綾を演じて誰かと文通をする。その手紙は全てここに保管してあるんです。吉岡しおりは10番目の綾だったな。これが君の手紙だ。この儀式は今も続いています。歴代の綾さんを演じた生徒とクラスメートはどうなりました？知りません。ただ文通相手は亡くなっています。文通相手の新聞記事です。綾の文通相手です。生き残っているのはマックス君、君だけだ。
吉岡しおりは優秀だったんですよ。完璧な綾を演じて君たちを守った。そして呪いを終わらせようとした。卒業式の後のことですね。その前にも彼女はある試みをした。12月25日クリスマスパーティーの後、彼女は霊媒師を呼んで除霊を行ったんです。これはダメだ、逃げるんだ。除霊は失敗に終わり、陽子は綾の霊に連れて行かれてしまった。私はもう長くない。誰かに真相を話しておきたかった。君はよくやってくれました。こうしてみんなを連れてきてくれた。肉体は滅び、霊魂はさまよっています。呪いを解く方法はないの？そう、俺たちはそれを聞きに来たんだ。お願いです、助けてください。君たちが助かる方法は、しおりさんが会いたい人を送り出すことだ。そうすれば彼女は満足して呪いは止まる。彼女の会いたい人を送り出す。その人物が亡くなれば助かるのか？そうです。私知ってるわ。しおりが会いたかった人よ。彼女ペンフレンドに会いたがっていた。あなたは女心が分かってないの。彼女はあなたに会いたいのよ。あなたを待っているのよ。私ではありませんよね。一人で行くと危ないぞ。これは来ないでください。こっちに来ないで、来ないで。俺たちも死ぬ。やめろ。私は嫌よ。こんなところで死にたくない。あなたが死ねば呪いは終わるわ。死ね。上手に逃げるのね。
って。死ね！